どうも皆さんこんにちは。簡単ウクレレ教室ガズレレのガズでございます。本日もこのちっちゃくて薄い G ラボの薄レレを使いまして、いろいろな曲に挑戦していきましょう。さあ皆さん、音楽を始めましょう。今回のテーマソングはドン、彩香さんの虹色。こちらの曲も名曲ですよね。NHK の朝の連続ドラマ花子とアンというこのドラマの主題歌で、おなじみの方多いと思うんですけど、2014年のリリースでございます。そしてこの曲なんですけど、ガズレレ YouTube チャンネルで過去に1回取り上げてるんです。2015年ってことになりますんで、つまり今からもう5年とか6年ぐらい前になるんですけど、今見るとめちゃめちゃもう不親切な分かりづらい動画なんで、今回2021年バージョンとしてさらに分かりやすく、さらにかっこよく、さらに簡単にしてお届けしたいと思います。いつものように2バージョン、最初のバージョンは初心者の方でもなるべく簡単にできるようにしているガズレレ流超シンプル簡単バージョン、ゆっくりやります。初心者の方でもできるようにしております。はい、後半はかっこいいバージョンです。このリズムちょっとね、ほんわりした柔らかいこの跳ねてるリズム、シャッフルで表現できるようにかっこいいバージョンを取り組んでますんで、2バージョン最後までぜひともご覧になってください。さあ皆さん、音楽始めましょう。音楽って聞くのもいいけど、やる方がもっと最高。今ご覧くださってるガズレ YouTube チャンネルではですね、今まで音楽やってみたかったけどチャンスがなかったという方とか、楽器一回やったんだけど挫折しちゃったという方がですね、あっという間にこのちっちゃいウクレレ1本でめちゃ簡単に弾いて歌う弾き語りができるようなプログラムがあるんですよ。このプログラムを見ています。全世界中の方がもう何万人もガズレレで音楽を始めてます。皆さんもすぐできますから始めていきましょう。もうちょっとしたらここにね、そのプログラムのリンクを貼っつけておきます。これに行ってもらって、飛んでもらって、上から順番に YouTube 動画見ながらウクレレ触ってるだけで本当にすぐできますから、始めていきましょう。これから音楽聴くからやるに変えよう。ここからです。いってらっしゃい、クリック、いってらっしゃい。そこには今までガズが取りためてきたこの世の中にあるありとあらゆる音楽ジャンルの曲が、このちっちゃいウクレレ一本でめちゃ簡単に弾けるようにしているレッスン動画と課題曲、すでに1600曲以上もアップロードされております。どんどんやっていきましょう。それでは早速やってまいりましょう。や彩香さんの虹色、ガズレレ流超シンプル簡単バージョン、ゆっくりやってみます。1,2,3,4。
んの虹色ガズレレ流シンプル簡単バージョンゆっくりとやってみました。いいですね。これ虹色っていうことは、虹ってことはさ、雨が降ってその後晴れるから虹にかかるわけですから。今ね2021年の6月で今もめちゃめちゃ雨降ってますけど、あえて今この虹色歌う、心込めて歌う、素晴らしいと思います。皆さん思いっきり歌っていきましょう。それで今聴いていただいて分かったと思うんですけど、ガズレレオリジナルちょっとショートカットアレンジバージョンにしてます。フルコーラスでやりたい方ちょっと聴いてもらって、足りないとコード進行ね結構一緒ですから、書き加えてオリジナルの楽譜作っちゃってください。で、今のシンプル簡単バージョン、まずそれと一緒に合わせられるのを一つ目のゴールにするといいと思います。コードとテロップが出てますから何回もこう合わせて、ガズレレ YouTube と一緒に練習してください。で、一緒にできるようになった方、おめでとうございます。ここまで来ただけでものすごいことだと思うんですけど、そこまで来たら次のステップにどんどん行きましょう。次のステップは何かというと、YouTube に合わせるんじゃなくて、今度はご自身一人だけで音楽を生み出す。これがいいんですよ。メロディーとリズムと音楽をゼロから生み出す。やってみましょう。その時にね、でもね、やっぱ楽譜が最初のうち必要だと思います。楽譜見て何回も練習して、いずれ覚えちゃうのがいいと思うんですけど、まあ、ひとまずは楽譜で練習。じゃあ楽譜ってじゃあどこにあるんですかって話になると思うんですけど、安心してください。はい。今これ見ていただきたいんですけど、ガズはですね、この虹色というね、これ、楽譜。手で書いた楽譜。これを見ながら今演奏したんですけど、もうちょっとしたら今このカメラに映しているようにこんな風に書いたらいかがですかってシェアしようと思うんですけれども、今便利なサービス始まってですよ。これです。ほい、ガズクラブです。このガズクラブって一体何かというと、毎月660円のクラブ活動費を頂戴しまして、今日の虹色を含むガズが手書きで書きまくってきたもうね膨大な数の、ノート楽譜があるんですよ。それをですね、皆さん毎月5曲わ、これ面白そう、この曲やってみたいなというのをお選びいただいて、毎月5曲お手元にダウンロードをいただいて、もうすぐに練習できるよという画期的なサービスなんです。で、このガズクラブなんですけど、楽譜のダウンロードだけじゃなくて他にも山ほどいろいろあります。最新情報としては、ガズクラブメンバーだけが、めちゃくちゃ便利に利用できるアプリがあります。このアプリ、このアプリがあるんですよ。会員メンバーのすごいんですよね。あとはですね、毎月2回行われている、ガズクラブメンバー限定のオンラインライブ配信、これがもう世界中からの参加で、テーマ曲が毎回決まってて、めちゃくちゃ盛り上がります。もう汗だくだくで、もうわーってね、オンラインでこんなに楽しいんだって感じです。次回の日程はこちらになっております。これ皆さん、ガズクラブのメンバーになってこのイベント参加してください。毎月2回です。あとね、ちょっとガズクラブとはちょっと違うんですけど、ガズレレ大学っていうのもやってるんですよ。こちらは、YouTube のメンバーシッププログラムっていうのをやってまして、この今 YouTube 見てる、ここにメンバーになるというボタンがね、パソコンで見てる方あると思うんですけど、ここでですね、毎週2回ライブ配信をしながら、ウクレレのリズム練習、基本リズム練習も、なんか千本ノックみたいなやつですね、とか面白いリズム構成とか、結構このお勉強です。大学ってついてるぐらいですから、このガズレレ大学は結構ね、こう、真面目ですよ。真面目。トレーニングです。はい。だから、ガズクラブとガズレレ大学、ちょっと分かりづらいんですけど、ガズクラブは楽譜を5曲ダウンロードできたり、もうわちゃわちゃやる、なんかこう一つの街みたいなイメージですね。ガズレレ大学はちょっとアカデミックに、お勉強の場所になってますね。キャンパスライフ、みたいなね。まあ、これ面白い。二つのこの活動してますんで、ぜひご参考にして、ちょっと、概要欄にこの二つの詳しいこと書いてありますんで、ご覧になってください。それとあともう一個最新情報なんですけど、ガズラジといってガズが朝7時半から毎朝、ラジオ放送配信してます。スタンド FM というとこで、ラジオ配信しますどなたでも無料で、いつでもどこでも聞けて、アーカイブも聞けるようになってますんで、この辺のことも、概要欄に書いておきますんで、チェックしておいてください。はい、それではですね、楽譜を見てまいりましょう。2021年改訂版の虹色です。はい、彩香さん、虹と、太陽が映っております。いいですね。はい、私が書きました。はい、楽譜見ていきましょう。ね、下にくるっと書くと、これガズペジョって書いてあるんですけど、これはね、後半やるかっこいいバージョンでこの弾き方、弾きますよとか、ちょっとね、ここなんか見るとコードが変わってたりとかしますからね。下の段は後半のかっこいいバージョンの弾き方などコードが違うよということを表現しております。今やったシンプル簡単バージョンはこの上の段をシンプルに4つ弾きで弾いたよということになっております。こんな風に4つ入ってくるところとの後半は出てきます。さあ、じゃあこれ映しとくんで、一時停止してメモっていってください。それかね、デモ演奏の時の動画のテロップを一時停止していて書いていただくのもすごくいいと思います。はい、あと先ほど紹介させてもらったガズクラブでこの楽譜のデータそのものをダウンロードしてもらうのすごく便利だと思います。ご活用くださいと。まずはこの A と B A メロ B メロ見ていきましょう。はい、ね、コード4つワンブロックに4つ入ってくるとこ結構ありますね。はい、じゃあ次のブロックです。はい、またもう一回 A メロみたいな感じに戻ってきて、ここ見るとちょっといろいろ書いてあるんですけど、ここもね、かっこいいバージョンでいろんなことをちょっとね、面白いことやっていくんで確認してください。そしてここはまたドラマティックになると。
風が運ぶってね、ここはちょっといいですね、キュンとくるところです。ここワンブロックやってたら、ここちょっとですけど、一瞬タブ譜を使ったフレーズが入ったりとかします。はい。そしてこの間奏で、ララ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 ラ、ここはもうみんなでね、大合唱したいところですね。もう、人がいっぱい集まったら、これはラララララ、みんなで肩組んでやりたい。まあ肩組むとウクレレ弾けないですけど、みたいな感じですけどね。はい、で、ここ最後ラストはちょっと今のシンプル簡単バージョンは4つ弾きで、4つ弾きじゃない、伸ばして、ゆっくり弾いたんですけど、後半のかっこいいバージョンでここをガスペジオという弾き方でちょっとしっとりと終わっていこうという風になっております。はい、じゃあ出てくるコード見てまいりましょう。ちょっとコード今日多いんですけど言っていきます。 C と Am、F、Dm、D7、G7、E7、Em7、C7 ですね。だから 1,2,3,4,5,6,7,9 個のコードですね。9個もあるのか、このコード多いなと思うかもしれないんですけど、安心してください。いつも出てくるやつ、これです。ドン。ガズレレ必須コード。このガズレレ必須コードっていうのは一体何かというと、このちっちゃいウクレレで音楽始めようかなと思った方が一番最初に覚えてほしい入門コード10個のグループの、ね、名称でございます。10個も覚えなきゃいけないなと思うかもしれないんですけど、入門コードだから1個ずつ見たらどれもめちゃくちゃ簡単。だけど10個いっぺんに覚えようと思うと頭がこんがらがるんで、私がめちゃくちゃわかりやすく頭にスイスイ覚えられちゃう、ものすごい動画を撮ってます。ここにその動画のリンク貼ってくるんで、ぜひここ見ながら10個のコード覚えちゃってください。なんつったって今日9個出てくるわけですからね。もう全部1個ずつ見たら簡単だから安心して、どんどん取り組んでいきましょう。それじゃあここからかっこいいバージョンの解説に入っていく、その前にいつも来れないタイミングでガツガツお伝えしたいのはやっぱ歌ですね。このね歌ね、結構この歌の言葉のタイミング、言葉の長さとかよく聞くと結構深いですよ。いきなりこれから始まるあなたの物語、これ物語、この伸ばすタイミングとかってしっかり聞いてないと結構ここ、こんな風に伸ばしてたのかとか、ここの言葉こんなにひっついてたのかとか、そういう発見があると思います。今一度しっかりこの歌を確認していただいて取り組んでいくと、またさらにね、そのちょっと面白い、もう一層向こうの方にこう楽しみが隠れてたりするんで、ちょっと取り組んでみてください。それをね、こうなんとなくこう理解した上でかっこいいバージョンに行った方がやっぱリズムと合わさった時はかっこいいんでおすすめいたします。じゃあかっこいいバージョンは解説入っていきます。かっこいいバージョンはね2つコード追加ですね。まずはこれよく出てくる初心者の方が突っかかっちゃうコード、 Fm。 はい、押さえる場所はこことこことここの3箇所、こんな風に押さえるのが教科書通りの押さえ方です。いい響き。あ、これなんですけど、ガズの場合、この部分を親指で押さえちゃってます。これ、どっちでもいいですよ。こっちでもいいし、こっちでもいい。はい、親指で押さえようかなと思う人は手首をちょっと上に入れる感じ。で、人差し指で押さえようかなとか、逆に下に、こう、ぐるっと回し込む感じで。どちらも、押さえにくいコードなんで、F マイナー工夫して、どっちが、いいかなって一応確認しながらやってみてください。あともう一個これです。ドン。F メジャー7という曲。大文字の M はメジャー。小文字の M はマイナーということで、ガズレレではお伝えしております。はい、F メジャー7を押さえる場所はね、こことここ。ここのね、ウクレレってこう、大体5、7、10って感じで、こうね、ポジションマークって言うんですけど、この印がついてるんですけど、の、3弦と4弦の5フレット、こんな風に押さえるのおすすめです。これ、響きいいよ。あー、素晴らしい響き。この響きすごくいいんですけど、ここのね、5フレットとここからここまで結構距離があるんで、押さえるのこの指をおすすめしています。この人差し指がちょっとこっちに先行してる分、次のコードパッと移りやすいんで、今から覚える人はこれがいいと思うんですけど、まあ、これでも全然問題ないです。慣れちゃえばできると思います。はい。F メジャー7使って、ちょっとね、コードもね、ちょっとこう泣きが入るような感じで、響かせていきましょう。そしたら今日出てくるリズムをご紹介します。今日はね、結構、いいリズムですよ。面白いリズム。ゆったりしたいいリズム。ドン！アイランドビートとガズペジオという弾き方でございます。このアイランドビートっていうのはですね、ちょっとね、16ビートのチャンなんですけど、16ビートの中でちょっとね、ゆったり感がある、レゲエっぽいイメージ。ちょっと弾いてみると C を押さえて、せーの、チャンチャッチャッカチャッチャン。いいでしょ？ちょっとのんきな感じします。ゆったりと、こんな感じがいい。これから始まるあなたのものが、こんな感じでゆったりと柔らかくいこうと思います。そしてガズペジオっていうのは、ピアノっぽい感じ、こうつまびくイメージ。これはね、なかなか、ぜひマスターしてもらいたい。ちょっとね、落ち着いた感じで奏でたい時につまびくっていうイメージの時に使いたい曲ですね。あ、曲じゃない、弾き方ですね。あ、今映ってるこの2つの弾き方、ここにリンク貼っておきましょう。このリンク先はウクレレでできるリズムのいろいろというガズレレホームページの1枚で、それぞれアイランドビートとガズペジオの濃厚解説レッスン動画がアップロードされております。まあじっくり見てください。で、このアイランドビートってちょっと難しく感じちゃうかもしれないんですけど、そこの動画でもねバッチリ解説していますけども、8ビートの応用って考えるとすごく簡単に弾ける可能性があります。じゃんじゃ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 じゃんのチャの位置、じゃんじゃじゃチャカチャンじゃんじゃじゃチャカチャン
って考えるとっていうのはそこの解説してますんで、ぜひじっくりご覧になって、このリズムもね、なかなかこうゆったり緩い感じのリズムで、おすすめですよ。マスターできるようになって楽しく弾いていきましょう。それではですね、全体の曲の流れちょっと見ていきましょう。まずイントロなんですけど、イントロの、短いイントロの中で、ガズレレオリジナルアレンジなんですけど、前半と後半で弾き方を変えます。前半はガズペジオ、後半はアイランドビートで展開していこうと思います。ちょっとやってみると、ワン、ツー、スリー、フォー、でー、ここはガズペジオで、次から、ジネレッテッテ、タンダイケ、タカタケ、タンダケ、タカタケ、タンダケ、タカタケ、タン、こんな感じでいこうと思います。このリズム、ちょっと変わるところはかっこいいんですけど、このリズムがね、よれないように、同じテンポで続くようにするのがいいかと思います。で、歌に入っていくと、ずっと大体もうほぼ、R&B と続くんですけど、ワンブロックコードが4つのところがあります。そこをやってみると、A メロをいきましょうか。これから始まるあなたの物語。次ですよ、ノート。じゃあいきますよ。ジャッカル、ジャンジャン、ジャンジャン。こんな感じ。D マイナーの F から G7。まあ、普通ですね。ダンダカ、チャカタカ、ダンダカ。G7 の時はチャが入らないね、もう。D マイナーで、ダーダカ、ダーダカ、みたいな感じになると思います。そしてこのね、ワンブロックに4つ、今の、パターンの他に B メロでも入ってくるんですけど、この B メロのとこちょっと見ると、眩しい笑顔の奥に、この奥にのところなんですけど、F、G7、C、G7 って感じで、4つコード全部違う時は、もうチャが入らなくていいと思います。ちょっとやってみると、眩しい笑顔の奥に、わかった？F、G7、C、G7、 これチャを入れる前余地がないっていう感じがありますんで、まあそんなことも意識していただいて、さっきみたいに道は続くよみたいに Dm、Dm、F、G7 っていう風に最初の2つが同じコードの時は Dm2 つ続いてるところで1回チャが入れられるかなっていう感じなんですけど、まあそんな感じで臨機応変にこのワンブロック4つ、デモ演奏を参考にしながらちょっと取り組んでみてください。そしてこの曲なんですけど、ちょっとフレーズをですね、2つぐらい入れていきたいなと思います。どこで入ってくるかというと、風が運ぶ希望の種の前のところ、要は、A メロっぽい感じのところの、歌詞で言うと、一つ一つがあなたになる道は続くよの一番最後のところで、ちょっと聞いててくださいね。一つ一つがあなたになる道は続く。次ですよ。はい、いいでしょ。最後の C のところで弾くんですけど、これテロップにも書いてありますけど、2弦の0、2弦の3、3、1、もう一回2弦の0って、このフレーズを C を押さえたまんま、つまり1弦の3フレットを押さえたまんま、今のフレーズを弾くんですよ。なんで弦も全部弾いていいです。そうすると、よく左手見てもらうと C を押さえといて、はい。2弦だけ言うと、0、3、3、1、0、ここで伸ばして、次の、風にと入っていきます。これ、いいでしょ？これをフレーズ1ということにさせてもらって、これ後でもう一回ね、感想の後でもこのフレーズが出てくるので、これ簡単なんでちょっと入れてみましょう。それでもう一個フレーズがあります。次のこのフレーズは、さっきの風が運ぶ希望の種って、すごくギュッとくるところの一番最後のところで、出てくるんですけど、ちょっとそこの後半、光がから言ってみましょうか。光、F メジャー7、夢のつもり、C で伸ばして、かっこいいでしょ、これはね、タブーっていうのを出します。今これパッと映します。これね、タブー書くほどでもないんですけど、一応わかりやすいんでタブー書きました。タブーの読み方っていうのは知っとくと便利なんで、ぜひ覚えてください。概要欄にタブーの読み方のリンク貼っとくんで、勉強してからここちょっと戻ってきてもらいたいんですけど、まず1弦の2フレットと3弦の3、あ、1弦の2フレットと2弦の3フレットをこんな風に押さえます。こことここね、こことここ、こう。はい。それで弾きますよね。これ2つの弦だけです。3弦と4弦弾かない。だから、右手で、こんな感じ、引っ張り弾きみたいな感じね。で、次、1弦の3フレットと2弦の5フレット。はい。次、1弦の5フレットと3弦の7フレット。はい。これをですね、最初に1回 C を弾いて、その次に2フレット、3フレット。次、3フレット、5フレット。次、5フレット、7フレットという。リズムキープ結構大事です。もう1回。ヒカーン、DF メジャー7。で伸ばして、ほい、かっこいいじゃんこれ。はい、ちょっとこれ難しかったら1弦だけで2、3、5でも十分です。慣れてきたら1弦と2弦でハーモニーにしてみるのにちょっと挑戦してみてください。こういうフレーズ入るだけでね、結構こう世界観がクッとこうきらびやかになります。そしてラララララにドーン
ーンとこうみんなでこう大合唱したい感じのところに入っていくという流れになります。そしてその、感想終わった後ラスト、今度は一番最後のパートでガズペジオ登場ですね。これから始まる、最後このガズペジオでつまびくように優しく終わっていく、こんな風なアレンジになっています。これはですね、なかなか、いいですよ。曲の中全体を占めるアイランドビートをどれだけこうガチャガチャ感出さずに、ゆったりのんびりこう、ラフな感じで柔らかく弾けるかっていうのが結構キーポイントになると思います。この安定感ですね。ちょっとシャッフルのリズム、跳ねたリズムの中で、やるのがまたこの優しく丸い感じを与える、特徴というか、キーポイントだと思います。シャッフルのリズム、どっかで跳ねてるか。あ、そうだ、シャッフルっていうのはリズムが跳ねてるんです。普通のリズムって、ワン、ツー、チー、フォーですけど、跳ねてるリズムっていうのは、チャッカ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 。これ跳ねるリズムのキーポイント、体をこう結構揺らすことですね。体ごと、ドン、チャッカチャッカ、ドン、チャッカチャッカ、ドン、体ごとこうリズム跳ねていく。この楽しい感じを出せるのがやっぱ体で楽しみを味わう。こんなのがいいと思います。はい。そんなことを、演奏面ではそういうことを意識していただいて、まあいつも言ってることですけど、歌詞の中、これをしっかり読んでいただいて、メッセージもがっつりこうね、ハートにこう、心にこう抱いてですね、それとこう、そういうなんか演奏が混ざったところが、やっぱ感情表現ですから、音楽は。そういうのも、しっかりこう取り組んでね、一つの音楽でこう生み出していきましょう。それでは、やっていきましょう。彩香さんの虹色ガズレレルかっこいいバージョン、やってみる !1、2、3、4、やってみました。なんかこう、ゆるくて柔らかいんだけど力強い。ね、元気に歌っていきましょう。雨が降った後、晴れて、虹が出るといいと思います。はい、そしてお知らせなんですけど、こちら、ガズレレプロデュースのこのリュックサックです。これ、ウクレレケースなんですよ。ここにプリントが入ってる。これね、コンサートサイズまで入るウクレレケースで、これね、リュックサックにもなるけど、ここにもハンドルついてる、横にも持てるんですよ。で、開けると、こういう風になってて、こう楽器用のね、分厚いクッション材が入ってて、ポーチが2つ付いてます。こっちちっちゃいポーチはチューナーとか入れたりとか、こっちの大きいポーチはカメラの三脚とか、これね、譜面台も入ります。
これを使ってこう中でねこう動くの防止、あの防止したりとか、いろいろといい機能が満載のこの 大ヒットリュックサック、残り少なくなってますんで、これ概要欄でチェックしておいてください。あと引き続きましてこの本、リットミュージックのこのシリーズ、今3冊の本が、出てるんですけど、こちらの緑の方はこれ見て、赤いニューエディションっていうのがありまして、これ中身ちょっと変わったんですよね、最近。はい、これがもう累計12万5千部の突破のもので、大ヒット商品になっているのに加えて、7月にはこちらの本、これの最新刊がまた出ますよ。この本のことも概要欄にありますんで、チェックしておいてください。その他にもガゼレレではいっぱいね、グッズがあります。この使ってる、ストラップだとか、キャップ、T シャツ、夏になったらこの T シャツめちゃおすすめ。あとトートバッグとかいろいろあるんですけど、この水引きもね、この水引きはガズの両親が一本一本手作りしてるやつなんで、これもおすすめです。この楽しいねガズレレグッズでさらに楽しいウクレレライフお楽しみください。それでは本日はガズレレ YouTube 動画見てくださってありがとうございました。またお会いしましょう。さよなら。